カール・シュトラウベは、ドイツのオルガニスト、合唱指揮者、ヘルザ・ヨハンナと結婚し、カズメ・エリーザベトを設けた。シュトラウベは、最初の音楽教育を、オルガニストでありハルモニウム製作者の父から受けた。後、独学で学び続け、大学には進学しなかったが、オルガンの名手として有名になり、1897年に、ビーゼルで大聖堂付きオルガニストとしての職を得た。 1903年ライプツィヒの正トーマス協会のオルガニストに就任。同年ライプツィヒバッハフェラインの合唱指揮者となる。1907年にはライプツィヒの王立音楽大学でオルガンの講師となり、1908年にはここで教授職を得た。10年後の1918年にグスタフ・シュレックの後を継いで正トーマス協会のカントルに就任。 同協会のオルガニスト職はギュンター・ラミンに受け継がれた。1919年に王立音楽大学に教会音楽研究所を設立。1920年にシュトラウベはライプツヒバッハフェラインの合唱団とゲバントハウス合唱団を合併し、これを1932年まで指導した。1920年の秋にトーマス教会少年合唱団を率いて、 初の国外演奏旅行を行い、デンマーク、ノルウェーで演奏した。これによって、動画師商団が次第に高い国際的聖望を得る祖先を置いた。1939年に退職し、聖トマス教会のカントルは、ギュンター・ラミンが継いだ。シュトラウベは、聖トマス教会の数百年の歴史の中で、自らはもう作曲しなくなった最初のカントルだった。むしろ彼は、 第一次世界大戦の後、実質的に新しく設立し直さなければならなかった合唱団の仕事に専念した。彼は、それまでリハーサルに使用していた金曜日を週2回目のモテットに当てるなどして演奏会の回数を増やした。シュトラウベは、聖トーマス合唱団と共に、バッハのカンタータ全曲を研究していき、1931年以降、 日曜の礼拝で演奏するようになった。4年にわたったバッハのカンタータ全曲のラジオ中継放送は様々な障害のために1937年に終了となった。その一部は外国や海外にまで放送されたラジオ中継はライブツヒを超えて合唱団を有名にし演奏旅行も増えることとなった。シュトラウベは受け継がれてきた高キロマン派的な様式から次第に離れていき、 バロック期の響きを取り戻そうと努め、これはドイツのオルガン運動に強く影響を与えた。重要なのは、信仰があったマックス・レーガーの最初の解釈者であった、ことである。シュトラウベは、レーガーの作曲を積極的に支援し、決定的な影響を与えもした。ありがとうございます。